孤高の絶対破壊神よ、神域より迷い終焉をもたらせ、エンマリーをレッドデーモン絡めていい。が、終焉をもたらせすぎている件について、今日はですね、遊戯王マスターディールラジオのお時間でございまして、レッドデーモンカラミティという、最強モンスターについて、まあちょっといろいろ議論していこうというふうに思っております。個人的になんですけども、まあ、そろそろ禁止になるなと思ってるんですよ、もう。さすがに、このモンスター。あのね、やっぱり個人的にやっぱりこのモンスターあかんわと思ってまして、まあ、皆さんはぜひ、このレッドデーモンカラミティというモンスターぜひね、どう思ってるか、ちょっとコメント欄に書いておいていただきたいんですけども、このモンスターそもそも漫画版ジャックのカードでございまして、まあ、個人的にはめちゃくちゃかっこいいカードだと思ってて、まあ、好きなカードの一枚なんですよ。ええー。まあ、現在この最強カードが、まあ、OCG でどういうカードになっているかというと、まあ、禁止カードに指定されておりまして、OCG では。で、マスターデュエルでは、今現在、猛威を、まあ、振るいまくっておりまして、もう暴れ散らかしていると、いうふうになっております。で、基本的に、どういうことを思っているかっていうと、まあ、ちょっと一応ね、おさらいということで、まあ、今更感はあるんですけども、レベル12の闇属性、ドラゴン属シンクロモンスター、打点が4000、3500と。で、中南2体プラス、中南以外のドラゴン属、闇属、シンクロモンスター1体ということで、まあ、割と、シンクロ、まあ、正規でシンクロしようとしたら、まあまあ、まあ、その条件は重いですね。で、このカードがシンクロ召喚したとき、相手はこのカードの効果の発動に対して、効果を発動できないという、なんだろう、無敵効果。もうシンクロ召喚した瞬間最強みたいな効果してんだけど、このターン、相手はフィールドで発動する効果を発動できないと。はい。終わってます。一番の効果強すぎなんだよな。で、二番目の効果で、戦闘で相手モンスター破壊したら、もともとの攻撃力分のダメージを与えるっていう、なんかフレームウィングマンみたいな効果してるのと、三番目で、破壊されたら、自分の墓地のレベル8以下のドラゴン族やめ族シンクロモンスターを特殊召喚するみたいな。まあ、要はレッドデーモンとかをね、もう一回蘇らせるみたいな感じの効果になっておりますが、基本的に、一番の効果がやりすぎと言われておりまして、まあ、現代遊戯王でこのカードがどういう使われ方をされているかというと、自分のターンに出すなんてことはね、稀ですね、基本的に。まあ、これ相手ターンに出します。もうそもそも相手ターンにシンクロ召喚してる時点でもうやばいんだけど、相手のターンにシンクロ召喚をし、この一番の効果を通して、もう相手に何もさせねえで勝つ。まあ、これがやっぱり今の現代遊戯王でのカラミティの使われ方の主流になっているかなというところですね。まあ、現代遊戯王においてはね、相手のターンにシンクロ召喚するカードなんてもう死ぬほどあるから、5億枚ぐらいあると思うんだけど、アクセルシンクロンとか、マイティストライカーとか、まあ、シューティングライザードラゴンとか、ラクイノイチュードとか、まあいろいろあるんだけど、マスターデュエルにおいて最近ですね、実装されたこの赤き竜というカード。はい。こいつがね、ほんまにあかん。ほんまにあかん。やばい、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上という、あまりにもガバガバな条件で作れるレベル12のシンクロモンスターで、1番目の効果が、このカードの即死が成功した場合に、デッキから赤き竜のカード目が死んだと魔法トラップカードを全部加えると、まあ、これも結構いっぱいあるんですけども、まあ、強いカードが多いですね。2番目、自分相手ターンに赤き竜を除く、フィールドのレベル7以上のシンクロモンスター1体対象に、このカードをエクサ的に戻すと、対象のモンスターと同じレベルのドラゴン族シンクロモンスター1体をシンクロ召喚扱いで特殊召喚できる。まあもちろん蘇生制限も満たせるし、まあ、さっき のレッドデーモンカラミティみたいなカードでシンクロ召喚した時の効果みたいなのも発動できるんですけども、まあ、結局ね、その今赤き竜カラミティっていうコンボ、まあ、これがね最近本当によく見れるようになったんですよね。現存する、まあ、マスターデールにおいて現存するデッキでこのコンボできるデッキっていうのを思いつく限りちょっと上げていくんですけども、まあ、例えば超獣武者、テックジーナス、マナデム、恐竜デッキ、シンクロンデッキ、ブラックフェザーデッキ、レッドデーモンデッキ、などなど、12シンクロできるデッキではもうほぼほぼ採用されていると言っていいんじゃないでしょうか。まあ、今後ねセンチュリオンっていうね、まあ、テーマも実装されると、まあ、そういうデッキでも活躍できると思うんですけども、やっぱね、最近しかもマスターデュエルの話で、その超獣武者がそのカラミティ赤き竜カラミティムーブを取り入れ出してガチでやべえこと起きてるらしいんですよ。その超獣武者って結構その手札誘発相手にから撃たれると割と厳しいとこあったじゃないですか。ドロールとかぶち込まれると厳しいとこあったと思うんですけども、なんかその手札によってはなんですが、ドロール撃たれてもその赤き竜とカラミティは
出ると最低限だから、そのなんか相手の手札誘発、まあ、増字とか打たれた時に自分でドロール打って相手のターンに赤き竜カラミティを決めに来る超重武者が結構なんか最近話題になっていると。だ要は相手の誘発を貫通して貫通してカラミティで対話共有をしてくる、まあ、超重武者がまあちょっと現れ出しているというふうに、言われております。終わりやんけ、そんなことされたら誰が勝てんねんという話なんですけども、でもカラミティのね、やっぱね、何がね、あかんのかなというところで、まあ、ターンやっぱ丸ごとやっぱその縛っちゃう効果、その一番の効果がさ、要はもうこのターンフィールドで発動する効果発動できないってかなり遊戯王させない効果ですよね、これ。まあ同じような効果で、まあ、コスモネオスとかなんかそういうやつもいるんですけども、やっぱカラミティはね出しやすさがね別格なのやっぱり。まあ、何がいけないかっていうと、まあ、こいつがいけないっていう施設はめちゃくちゃあるんだけど、まあ、あまりにもガバガバなシンクロ召喚条件で出てくるからみんな、だからもうこれの一番の効果がまあめちゃくちゃ通りやすいと、まあ、ゲーム性を崩壊させているという意見が、まあ、結構まあ散見されるかなといったところで、まあ、遊戯王にね対話拒否と言われるカードたくさんあるんですけども、この赤き竜相手ターンカラミティコンボ、これはね特にねそのコンボのやっぱ再現性の高さ、あ成功率の高さ、これが相当高い。だからこそまあ問題視されているかなっていうふうに思ってるんですけども、あまりにもやっぱ決まりやすくて、で決まったらやプレイングとか駆け引きとかなんかあんま絡まないんですよね。だって相手何も発動できないんだもん。発動できるんだったらまださプレイングとかあるかもしれないけど、発動できなかったらもうなんかプレイングボックスもないやん。だって疲れんだからカードがっていうね、だから勝敗を決することができるパワーをまあ、その発揮できてしまうというところがやっぱりこのカードのやばいところかなと。まあ、再現性が低かったりね、成功率が低いっていうんだったらまだ許されるかもしれないんですけども、まあ、無視できないレベルで環境に影響を与えていると思ってます。で実はねこれねランクマだけじゃなくて、その最近実施されたレジェンドアンソロジーっていうイベントがあったんですけども、こっちの方が特にやばくて、そのそのランクマと違ってレジェンドアンソロジーっていうイベントなんかまともな手札誘発ないんですよ。だからまあ先行展開がだら通りするんですね。だから先行でやりたい展開がほぼ妨害なしで成立するっていう環境で、ほんとアルティメット先行ゲーミングが巻き起こってるんですけども、レジェンドアンソロジーって。でそこで主になんか恐竜デッキとかテックジーナスデッキからなんかカラミティが出てきて、相手何もできないでされるんだみたいな、シーンがねめちゃくちゃ多かったんですよ。まあ、先行ゲームがね加速するのはレジェンドアンソロジー得意の問題でもあるんですけども、まあランクマでもイベントでも猛威を振りすぎている件について、この人があまりにもやばい。まあ、今回のね動画ではね何が言いたかったかっていうと、まあ、結局ね、まあ、カラミティももちろん強いんだけど、ちょこれやりすぎでしょっていうね、このモンスターね結局は赤き竜が一番あかんと僕は思ってるんだけど、ただやっぱ大人の事情でね、その発売直後なんでこのカード規制はされないと思うんですよ。だからカラミティはね多分ねこれ個人的な見解ですけど、完全に個人的な見解、苦情は一切受け付けないんだけど、多分今月末で禁止だと思う。さすがにやっぱね相手ターンじゃなくてこれもう自分のターンでシンクロ召喚した時に発動できるのにこれ書き換えちゃったらいいんじゃない、うん、選ったしたら戻ってこられる可能性だけど、ちょっとねこれね何相手ターンでやっぱ出しちゃうの良くないから、まあ、ここをちょっとドアンとかした方がいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、正直こんなになんか言いながら動画では僕死ぬほど使ってるんで、あだって強いしかっこいいんだもんこのモンスター、めっちゃ好きだからさこのモンスター俺、なんか動画ではもう死ぬほど使ってんだけど、ちょっとね、そろそろもういいかなって思ってます。この僕はねこのカラミティの大活躍がね最後の命をね燃やしているように感じてなりません。ガチで近いうちにあると思う、うん、今まさに今皆さんも使い倒してね、置いてくださいぜひ。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。